芸の一問の夜のタムレイ、イエーイ。さあ、ね、2020年の10月に放送されているということは、はい、なんと、はい、2年目突入でーす、はい、イエーイ。おめでとう。いや、いやーもうね、本当にもう先週も言いましたけどね、2年目に突入するとはね、思ってもいませんでしたよね。赤金ミュージアムがそれを許してくれるとは、いやーもう嬉しい。もう本当に嬉しいですね。うん、いや、あれでしょ、今月からなんか乗ったんでしょ。そう、なね、今まで、まあ、なんとなしにね、聞いていただいた皆さん、あれなんですけども、正式にですね、番組紹介が載ったのは、なんと、今回の10月が初めてなんですよ。おお、これでついに公に。そう、だから、この番組は1年、丸1年研修期間だったということで。ね、ははは、検閲を受けながらも、もうようやく2年目で許されたということでね。晴れて、うん、晴れて、いやー嬉しいですよね。お墨付きもらえたんですね。そうそう、なのでね、もうさらなる飛躍、もうこの夜の戯れがもう飛躍していくためにということで、今回はなんと前半に芸の一問の大喜利コーナー、イエーイ。さあね、では前半、鵜飼君に、ちょっとバトンタッチで、リードお願いいたします。分かりました。はい、大喜利を先にやるということでね、今回も先に来週の、お題を、お伝えしておきます。来週がですね、放送日がさつまいもの日だそうです。はあはあ、うん、はいはい、おー、なので、今週はやりきり川柳でいきましょう。お芋、お芋ね、お芋でね、あ、はいはいはい、いいね、お芋ね、うん、別にあれだよね、さつまいの芋の日だからお芋だけど、他のお芋を使ってもいいよね。例えば新居浜とか西条地区だと、あ、いいね、あ、そう、芋炊きのね、芋だったりとか、はい、そんなんでもいいということで、う、うん、もうお芋全般でちょっと作ってもらいましょう。うんうん、あ、なるほど。はい、はい、ということで、今週のお題がですね、芸の一問2年目企画、とんでもない企画が始まった、一体どんな企画でございます。今回はね、普段はほら大喜利コーナーって割とこうスススッといきましたけども、ちょっとこう一つ一つにちょっとこう突っ込んでいきながら、うん、なるほど、実現可能そうだったら、うん、ちょっとね、みんなでいろいろ取り組んでみましょう。ああ、本気の、ね、本気の企画ね。本気のね。いやいや、本気ですね。いよいよ。いよいよ。はい。じゃあ、まずはですね、種川亭山根さんから。ああ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。元気に見とれていました。2年目突入おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。突入ということで、芸の企画、一問、新企画、小話コーナー。お、小話コーナー。どんなことをやるんですか、小話コーナー。落語の前の枕みたいなものを週替わりで披露していただく。実力を発揮してくださいね。と、なるほど。これね、案外ね、枕ってね、その、例えば落語に、古典落語だと、その落語を始める前にお決まりの小話ってのはあるんだけども、うん、最近はそうじゃなくて、うん、ちょっとこう自分の身近で起こった話をね、いろいろ話しつつ、はい、そこにうまくオチもつけながら喋るという、これができるようになったらもう本当にプロだと言われてるね。おお、これをかなり高度なことなんですね。これでも毎週考えてね、来るってことは本当にこう一門のメンバーが、実力者になっていくということですよね。なるほど、そうですね。だから、そう、滑らない話みたいな感じかな。わお、イメージで言うとね、まあ、短めのちょっと滑らない話。ハードル上がったこれはちょっと、でも、厳しいね、これだって、ね、難しいけど、やってみたい企画ですよね。
うん、ありがたいですね。面白そうですね。面白そう。週1人だったら全員1ヶ月に1遍だから、まあなんとかなるっちゃなんとかなりそうですよね。そうだね。うん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 。毎週だとちょっときついかもしれないけどね。月に1つずつは何か新しい枕を考えるっていう。これいいね。これいいわ。うんうん、いいですね。ありがとうございます。はい。続いて、君とかける虹さん。小屋市のいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、2年目突入おめでとうございます、うん、今後もありがとうございます続いていくことを願っています。ちなみに鵜飼さんは新居浜のしゃべり家さんのエロ代表ですよエロ代表ね。エロ代表なんだ。あのそうだ、だから鵜飼くんのエロを一番最初に持ってきたのはあの君と虹さんじゃない、もしかして赤井くんのエロに一番最初にこう気づいたというね。なるほど、うん、だからもう、ま、この間も言ったけど、やっぱラジオっていうのはやっぱ音の響き、声の響きでその人のこうね心根が分かるという。分かるんですね。もう第一声からエロっていう気づいたという、ね、伝わっちゃってます ね、 なるほど、うん、はい。じゃあ企画いただいております。はい。毎月最終週は出演者全員ジブリッシュしか話してはいけないそれでもね、それいいね。うん、この夜の戯れがね、まあ、今は、まあ、新居浜中心でしょ。それが日本に、うん、広がっていって次広がるんだ。世界を目指すときにやっぱね、うん、英語だと英語圏しか伝わらないから、やっぱね、ジブリッシュですよ、やっぱり。ジブリッシュは世界共通語やから。なるほど。うん、ジブリッシュでやって、そのジブリッシュで楽しんでくれるんやったら、世界中、どこの国の人も楽しめる。30分ですよ。30分ね。でも一回やってみる？マジで。ロケの力も、てめえら、うかい？ペコロボンチーノタパテメラ。カロボンチーノセナマータから。コツボタラズムカルモテこれはやばくてカエラハハハ俺はあれタルトもけペケチルルなんですか。俺がペケトクン、トクンペケなペロ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 いいね、これで30分だよね。30分、うん、もう出だしからずっともう何の説明もなしにジブリッシュで始めてジブリッシュで終えるって、ある意味放送事故に近いような放送だよね、うん、確かに。だから唯一分かるのはあの出だし の、 あの水木奈々さん の、 あ の、はい、あのサーチライトと間にかかる曲のな、もうそこだけが日本語で、あと全部ジブリしてて、でもこれって許されるんだろうか。どうでしょう、ね。どうなんですかね。でもあの初めてのリスナーさん、毎月最終週じゃなくて年に一回あのそういう日があってもいいよね。なるほどね。ね、ちょっとチャレンジとして。2年目、2年目。2年目の。うん。はい、もう一個。あ、もう一個あるんだ。はい、はい、お願いします。芸の一門総選挙、1位から3位に入ったメンバーは強制的に CD デビュー。ーこれメンバーによるな。これだって本当に、コツボ、コマイ、コフクの3人やったら、ほんまに CD デビューできるんじゃないかぐらいのあれですもんね。ドリームガールズとしてデビューしたいです。最悪ですね。まあ、あでもね、別に 3、2、1に入らなくても、うんうん、ちょっとマジで芸の一問で、はいはい、紅白狙おうや。あもうね、小屋市のね、もう最大の夢はね、はい、紅白歌合戦に出ることよ。あこれね、これもしね、芸の一問で、例えばね、新居浜 FM から、火がついた歌がよ、日本中に広がって、その年の代表曲になるなんて最高じゃない。夢でけえな。すごいですね。これでもちょっとあれだね。なんか面白そうだね。またちょっと考えます。ありがとうございます。いいコーナーね。はい、はい、次、玉蔵さん。ああ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。皆さんがそれぞれ5ポイント持ち、ネタを評価し、1年後、一番の人は、晴れて一問の研究生になれる。研究生に落ちるんかい本当だよ。
リボンから落第か。どういうこっちゃー。いやでもこれいつも思うんですよ。これポイント制でね。はい。こうランクが上がったり下がったり一問でされたらどうしようって思うときはたまにありますよ。怖いよね。最近もうタルトさんは小坪がお稽古会でええ感じで喋ってるともうもう本当ライバル心むき出しでね。嘘。いやいやいや。この間の稽古会なんかね、まさにタルト&トックンはもう、やば、やばみたいな感じ。そうそうそう。まさかもう、私なんかまだひよこですんで、いやいやいや、お手柔らかにお願いします、兄さんたち。何回か総選挙して、一番弟子を決めるっていう。うん、あ、一番弟子シリーズね。を決めるシリーズ。もうその順番、その総選挙の順番で出番も決まるという。うん、なるほど。うんうん、おわっ。でも、こういうテーマだったら、この子が一番弟子だよみたいな、そういうのはどうですか？ああ、例えば、あ、そっか、うん、恋愛話の中でエロさだったら、あ、おかげさん。エロさなら、アホが出てくる話やったら誰誰とか。あ、なるほどね。そう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 、ヨタが出てくるんやったら誰とか。なるほどね。あ、そういうのは、罪がなくていいよね、うん。そうですよね。ジャンル別で。ジャンル別ね。うん、なるほどね。ジャンル別で。それもいいね。面白いね。ですね、うん。総選挙したら面白そう。はい、次。マチュリモドキさん、はい、あ、マチュリモドキさん、はい、最優秀作品をラベルに印刷してベッシアメの袋に貼り付けて販売してもらう。これ何の最優秀作品？でもあれだよ、新居浜のね、ご当地名物にとタイアップしていくっていいよね。あ、そういう意味でね。あ、うん、あ、そういう意味ではいいかも。ベッシアメから、うん、でだってあれだよね、密かでもないけどマジで狙ってるのは、うん、はただ栗タルトの CM に絶対出たいよね、はい、タルトさん。そうですね、それはやっぱりそれは夢ですね、やはり、うん、ね、だからやっぱだからこの番組がやっぱりこう世界的に有名になったら、そうそう、こっちから持ちかけるんじゃなくて、うん、ね、畑田さんからぜひと、もうタルトさんよろしくお願いしますって、いやどうしようかなとか、いやいやいや16もあるしね、6時山あるからねみたいな感じ、仕方ないから畑田出てやるかみたいなぐらいね、なるというね。もう少し、もう少しタルト、もう少しやっぱり船木のタルト工場の前をうろうろしようなんて感じですね。目先の目標でね、例えば新居浜親善大使を目指すとかね。ああ、新居浜親善大使ね、いいんじゃないんですか。あ、まあ、だからね、でもね、新居浜親善大使はやっぱりね、全国で売れた人しか選ばないんだよね。なるほど。だからだよ、やっぱり紅白目指そうよ、みんな。やっぱり。なるほど。全国で名前を。一問が紅白出れば、100%みんななれるから。全員が、グループとして。紅白に出たら一発ですね。ね。ね、出ましょう。はい。やりましょう。前澤さん。あ、前澤さん。はい。フォロワーの中から抽選で10人に1万円をプレゼントする。これ、こないだの、うん、あれですね、給付金の話ですね、これ。あ、10万円の使い道。あ、10万でね。これあれだよね、お金プレゼントするとか言って、はい、詐欺みたいなやつのあるよね。うん、あれで自分 のパスワードとか入れ込むと乗っ取られちゃうとかね、気をつけないといけないね。そうそうそう。さあ、前半、もう今回はちょっと盛り上がったのでね。もう半分過ぎてしまいましたので、ここでね、うん、新居浜が生んだスーパースター、水木奈々さんの曲を聴いていただきたいと思うんですけれども、今日はね、その奈々ちゃんの曲の中でもちょっとすごい元気をいただけそうな、まあ、ちょっと2年目頑張れそうなっていうね、曲を紹介いたします。水木奈々さんでレベルハイ。水木奈々さんでレベルハイでした。いや、ね、なんかちょっと2年目を勇気づけてくれるすごい曲ですよね。奇跡じゃなくて必然で紅白に出ようぜ。やっぱり紅白な。いやいや、ね、
ちょっとマジでね、狙ってみたいですね。うんうん、まあ、ちょっとさっきの続きいいですか。はい。でね、さっきのプレゼント企画でね、言ってたあの君とかける虹さんもね、同じようなこと言っててくれてね、ええ、あの番組中のどこかで発表されるキーワードを並びかべて応募すると漏れなくエログッズがもらえる。エログッズなんだエログッズ欲しいんだね。欲しいんだね。いやでもなんかプレゼントってやっぱりラジ、なんか番組ですよ。そうだよね、なんかラジオプレゼントっていうのもちょっと考えようか。考えますよ ね、 ね、そうですね。さすがに現金はね、ちょっとあれだけど、一回が、うん、あ、1週間履いたパンツとかだね。ね、たもうタルトさんの眉毛のあの長く伸びたあの眉毛、眉毛を2本とか。もうちょっと喜ばれそうだもん。お守りにしてもらおう。ね。あやかって。あ、そんなのもいいよね。はい、あとね、何人か。小島さん、他の人の答えを途中で遮って自分の答えを言うトランプ大喜利。あ、この間ありましたね。トランプ大喜利ね。あ、それも面白いね。あれはすごかったな。あ、でもトランプといえば、あれだよね。はい、コロナに感染しちゃったね。やっちゃったね。あ、やっちゃったね。大丈夫なのかしら、ね、みたいな。あ、うん、ましたね、うん。あれ、でも2週間はね、表出てこれないから、どうするんだろう、これから。一番大事な時期なのに。出てきそう。出てきそうだよね。ね、俺はこんなに丈夫だって。ね、これに打ち勝つ、ちょっとアメリカをやっつ、もうね、俺に任せとけって言いそうだよね。そうそう、感想。でも確かにね、トランプさんだからね、はい、多分大丈夫だろうと思うけど、うん、バイデンさんがね、陽性だったら、うん、ちょっと本当マジで危ないんじゃないかなと思うぐらい。だからトランプさんならなんか復帰できそうな気がするな。フーリングさんさん。お。ありがとうございます。全員で大川工業に入社し、即日解雇の伝説を。これどういうことですか？江頭さんがあれでしょ、解雇になった時なって、うん、もうワードとして一品にブワーッと上がったじゃないですか。あ、そう。うん、大川工業だったんですよ、金。ああ、うん、そうなんですね。そうそうそう。うん、で、退社したということで、キーワードがバッと上がったから、うん、だから芸の一門も今から入社して、全員がいっぺんに辞めたら、ワードとしてドーンと上がるんじゃないかという。ああ、なるほどね。そういうことすごい。沸騰ワードで、1位狙っちゃいますか。なるほど、うん。はい、ということで、投稿は以上になります。はい。ここからも本気です。皆さん、2年目企画、どんなことしたいですか？やっぱせっかく2年目ですから。そうですね。じゃあ、とくんはどう？そうですね。ラジオドラマみたいなのやってみてはどうでしょうか？ラジオドラマ、それは面白そうだね。もうでも、本格、ね、本当マジでラジオといえばやっぱりラジオドラマだもんね。ですよね。うん、うん、ね、例えばどんな作品？なんか最近なんか社会的な、うん、社会的なというか、まあ例えばその落語のネタをその現代風にアレンジして、そういうのを舞台にした、うん、うん、なんか話っていうのはいかがでしょうか。落語のまあ大筋をちょっと生かしつつ、うんうんうん、今時の話に変えていくっていうやつね。そうそうそう。なんかタイガー&ドラゴンを思い出すよね。あ、そうそう。なるほど。あれはそうだったもんね。うん。やりたいよね。いいですね。役者が揃ってますよ、うちは。そう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 。じゃ例えば、ホームドラマとかにするんだったらね、はい、まあ、タルトさんがお父さんですわ。うん、で、うん、小坪、小前、小福三姉妹。あ、三姉妹なんだ。で、小坪のところとの婿養子が特訓さん。はい、そう、婿養子なんだ。特訓が婿養子なんだ。松尾さんなんだ。うん、じゃあ、私は3歳かい。
向こう吉特訓さん、うん、でその2人の子供で小学5年生の小安さん、うん、あ子供なのね2人の子供間の子供なのねタマちゃんねそう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 僕が小安ちゃんですみたいな。あ、いいな。ママおっぱいおっぱいみたいな感じ。あ、それは面白そう。いいね。いいね。特訓、特訓が、まあ、あの養子に入るって、なんか、現実ではなかなかありえない話だからね。その構想いいわ。あでもちょっとそれどう もし特訓その養子話があったら行く？えそれそれはあの現実の話ですか？現実の話だったら養子行かないんだろう？うんでもねそう例えばいや例えばよ小壺本当マジで小壺のところへ養子に入ってくれって言われたらどうする？あちょっと考えてみようかな考えちゃうなんでそんな上から目線なんだよそこはぜひって言っとかなきゃあですですね、嘘でもぜひお願いお願いお願いしますみたいな何をマジで考えちゃうの興味津々で聞いちゃった、うん、あと例えばねその設定としてはそのせっかくですから一問夜のタオムレだからタルコママの店とかねいいですね。あいいね。タルコママの店にみんなこう毎回必ず何かこう誰か一人がカランカランカランつってママちょっとさ今日飲みたいんだよねって言うとタルコママが、うんうん、おいママ起きてるかママ寝てんの？ママもちょっともうあのね、今日ね最近疲れてるわね。今日ねちょっとね打ち合わせの時間が長くて普段はねあの10時半ぐらいから収録してるのにもう今日はほぼオンタイムでね11時半ぐらいから撮り始めてるからもうタルコママもなんかもう画面越しに眠たくて仕方がない。ね、ママちょっとさもう最近疲れてんだよね。あと思ったわその顔を見たらわかるママちょっと体どっか悪いんじゃないの大丈夫よ元気出してもうなんか投げやりな感じのタルコ、ね、タルコママ、ね、本当にちょっとタルママさんのタルママのねあの人生相談コーナーっていうのを作ってみたいなと思ってなるほどねこうやっていろんな人からこう、あの問題な悩みを投げかけてもらって、うんうんうん、それにこう、うん、アドバイスっていうかねそれも面白いね面白おかしく話をしてあげるっていう、うん、これいいなと思って適当なこと言うんだけど、でも本当にマジな相談が来るかもしれないよ、うん、大丈夫、うん、でもうんそうそうそう非常に深刻な話が来るかもからんしねそれに対してはうまくこう寄り分けて、うんあまり気づかない。より分けるってこと。ちゃんとそういう相談にも、やっぱり、傷つけないように。タルトさんがやっぱり今まで生きてきた中で、私はこう思うという、まあ、タルコママね、タルコママが生きてきた中でこう思うわよって言ってくれたら、それが正しいの、やっぱり。それが何かの、こうね、勇気になれば、これはいいなと思って、早速、鵜飼兄さんあたりがこう来るかも。最近ちょっと。じゃあ、とりあえず、鵜飼兄さんの悩みを聞いてみる？タルママ。はいはい。最近ね、すれ違う女性に恋をしてしまうんですけど、どうしたらいいですか？そんな、それは片方だけ、あなただけ思ってるの？向こうはどんなの？片方だけやね。そうです、はい。それはだけど、もう思い切っちゃって、もう突っ込むのが一番いいんとちゃうかな。突っ込むんかい。すれ違う女性、すれ違う女性、突っ込んでたらやばいんちゃう？お縄になりますよ。でもね、眠たいからね、もうタルコママはもう適当、今日は。でも、タルコママの相談コーナーもいいよね。
本当に、うん、ぜひそれをやって皆さんに、やっぱりあのタルコママも相談乗るし、トッコちゃんも相談乗るっていうの、そうですね、もういいかもしれないね。すごいな。いやすごい、なんかタルコママの画像にも手に負えん時はもう別なあのトッコママの病院の方へ振りますから。頑張るわよ。さあ、まあ、面白いね、皆さんからのね課題が出てきたところですけれども、今日はなんと大喜利コーナーでもう時間満杯でございますんで、さあこの続きは来週ということでございます。まあでもね、この2年目をね、ぜひねみんなで盛り上げていきたいと思いますので、来週もの、課題としても、この芸能一も夜の戯れを盛り上げるための新企画とか、こんなやったらいいんじゃないかっていうのがあったら、ぜひ皆さん、お便りくださいね。はい、そういうわけでまた来週も聞いてください、はい、ありがとうございました。また来週、また来週。イエーイ。